はようございます。かなり雑に始めた北海道&東日本パス、まあ北海道行かないと思いますけど、その2日目、静岡県伊東市伊東温泉です。今の時刻は8時30分はまだ回っていないでしょうけど、今はですね、8時25分か、そうか、朝ごはん8時30分までに行かなきゃいけないです。だからまだ行けば間に合うんですけど、ただですね、別の問題がありまして、8時49分の列車に乗って、私はもっと伊豆半島を南下しようと思っているんですが、そうするとね、もうそろそろ出発しないと間に合わないんですね。まあ今出発すれば十分間に合いますけど、朝ごはん食べる時間ないんだよな。まあこれはね、もう朝起きた時点で分かってたんですが、今日7時半に起きて、ゆっくり風呂に入ってゆっくりひげ剃ってですね、それで部屋に戻ってきたらもうこの時間ですよ。ああと思っちゃいましたが、まあしょうがないですね。これ諦めるしかないか。朝食付きでね、なんかそれからひげ剃りとかまでついて、それで4794円ですから安いですよね。多分ひげ剃りとかの代金を抜いたら一泊4000円ぐらいじゃない、朝食ね。そう考えりゃまあ別に朝食食べなくてもいいかって気がしますけどね。まあ私最近こういうところに泊まって朝食を食べた経験がないな。まあしょうがありませんが、ギリギリで大慌てで朝食食べるのもなんかあれなので、このまま行っちゃおうと思います。しかしうっかりしてたんですけど、私の泊まってるのは別館なんですが、風呂はね、本館の方に入りに行ってもいいらしいんですよ。それ今思い出したんですね。で一応12時までは入りに行けるんですけど、まあでもいいよな。こっちの別館のお風呂もね、すごい大きくて、シャンプーとかも高級なやつが置いてありましたよ。まあ、本館もそんなに値段は変わらないですよ。7800円か、1000円高いみたいですけどね。こちらの施設も新しいから、一泊二食付き、こんな綺麗な新しそうなね、旅館で6800円、すごいじゃないですか。しかも驚くべきことに、フロントのところになんか広告が貼ってあったんですけど、この伊東園ホテルはね、この、なんですか、伊豆のこの周辺だと思いますが、全部じゃないんでしょうけれど、グループがいろいろあってね、こんだけこういろいろありますんであれですけど、東京からね、無料のなんか送迎バスを出してるらしいですね。でそれは宿泊者は無料で使えるって言うんですよ。スパリゾートハワイアンズにもそういうのありますけどね。福島県いわき市までただで195円で移動する動画っていうのを前出したと思いますが、伊東園ホテルなんかすごいですね。この分かんないですけどね、多分だけどこの割引券、1000円使って、まあ、一番安くて別館に2食付きで5800円で泊まれるわけじゃないですか。で5800円で、宿泊代だけ払って、それで東京からタダで送迎してくれるってことでしょ。駅までここから歩いて10分はかからないかなぐらいの距離です。伊東駅の昨日の夜も紹介した、まあ、すぐ脇から伸びてる商店街ね、こういう風に駅への近道、伊東駅まで 200m とか書いてあって、一番遠いのは私の知る限り 800m なんですけど、でもね、それが3分ぐらいで着いてしまうんですよ。現実には多分 300m とかそんぐらいしかないんじゃないのかなと思うんですけど、なんでか知らないけど 800m って書いてあってね、こっから駅までが 200m っていうのもちょっと長いですよね、普通より。800m ってそんな遠かったかなと思いながら、毎度毎度首をかしげつつ、瞬間移動のごとく伊東駅に到着をするというのが、商店街のお決まりの歩き方になっています。ここまで伊東駅からの運賃は1100円です。まあ、結構伊豆急って運賃はまあ安い方ではないよな。しょうがないんですけどね。伊東から伊豆熱川まではまあ大体こんな感じで30分強ぐらいは乗ったのかな。45分ぐらい乗りましたかね。およそそれぐらいでね、1100円の運賃がかかるというふうには言いましたが、1日で伊豆急を行ったり来たりする場合には便利な切符がありました。これですね、伊豆満喫フリー切符。これがあれば伊東から熱川まで片道で1100円ですから、往復で2200円なわけですけど、これがあれば伊豆急全線1日乗り放題で1700円です。で私は伊豆急行線内でもう一度宿泊をする予定はありませんから、これ使っていきゃね、随分安くなるというわけですよ。いいことです。であそこはマンションの脇ですけど、あんな風に湯気が出ています。それからね、この郵便局の方はもうないけど、それあとは多分この駅の反対側かな、向こう側にもね、さっき湯気が流れてるのが見えたと思いますが、こっちにもまたね、こうもうもうと上がってるのがありまして、熱川は結構もう駅のすぐ脇に温泉街があって、湯量も多いんでしょうね。煙がすごく駅から見える駅という印象です。伊豆の観光キャンペーンもやってるもんですからね、伊豆急の豪華なグリーン車ロイヤルボックスで、普通はもう乗ることができなくなっちゃった電車、珍しいのが走ってまして、それで、ね、のんびり乗ってくつろぐこともできました。お客さんも全然乗ってなかったですね。多分土休日は混むと思いますけどね。
伊豆熱川ってのは本当にね恵まれたところだと思いますけど、下田に行くときに特急に乗ってるとあの駅の前でねもうもうと湯気が上がってくもんですから、まあ、みんなここを見るとおおと思うわけですよね。もう本当いいパフォーマンスですよね。別に何もしなくてもこうここすごい温泉地なんだなということがよくわかります。しかも立地もいいしね、駅降りてもうすぐ目の前に温泉がもうもうと湧いてるわけですから、いちいちどっか温泉街まで歩いてったりバス乗ったりしなくていい、これもまた助かりますよね。こういったものが至る所にあって、湯気もねこうなんていうの硫黄の香りみたいなちょっと卵っぽい匂いがしてきますね。こんなにものすごくきついわけでもないからまあ大丈夫だと思いますけど、駅の周りにも良さそうな旅館がいっぱいです。熱川温泉というのは多分この川のことなのかな。川の中にですねなんか湯気がこう湯気というかまあ温かい部分があって、でそこに猿が使っていってそれでなんかこう体を癒しているのを見つけて、あそれであなるほどここには温泉があるのかといって発見された温泉らしいんですけれど、こんなにねこうもうもうと湧くような大量のお湯があってもあそこでジャブジャブ捨ててるわけですけど、こんだけ湧くようなところでね猿の入ってるのを見つけるまで誰も自分で気づかなかったのかと思うんですが、まあそういうもんなんですかね。誰か一番最初に誰かがまあ気づくわけですから、最初から全ての人に知られている存在などこの世にはないわけですんで、まあそのきっかけがたまたま猿だったというだけかもしれませんけどね。猿に頼らずともこんなにお湯がたくさん湧いてるなら一発で分かりそうなもんですけど、あそこだな、なんかこういう綺麗なものがありますけど、あれが熱川バナナワニ園だそうですね。小さい時から動物奇想天外って番組分かります？もう10年以上前に終わっちゃったのかな、あの番組。2009年って10年前ですもんね。あの時は終わった気がしますけど、日曜日のね毎晩8時からだったと思いますが、面白かったですね。なんか動物をこういろいろ紹介するような、面白い、確か TBS かなんかでやってたな、番組でしたけれど、まあ、よくそこで動物園が出てくるんですね。でどこどこ動物園の、動物の何君はとか水族館のなんとかの、産卵のお話をしますか、なんかそういう、番組を毎週やってたんですが、そこでよくね熱川バナナワニ園も出てたから私も覚えているわけですけど、前から行ってみたいとは思っていたんですが、まあきっと駅を降りて、バスに乗って行かなきゃいけないような遠いところなんだろうなとか勝手に思ったら、そんなことないんですね。駅から徒歩1分だそうですよ。深いことです。なんでこんな、もっと早くこの熱川温泉という場所を知っておけばよかったなという気はするんですが、まあ毎度毎度ねスーパービューを取り越えあそここう通るたんびにここすごいよな、いつか行ってみたいなと思ってましたんで、最初冒頭にこの駅に降りた時もちょっと言いましたけれど、何もしなくてもこの湧いている湯気が湯気のこの、なんていうの群れがですね、それが熱川温泉を自動的に広告してくれるとなんとも素晴らしいことです。何十人みたいな看板ですけど、駅切符売り場にて割引入園券発売ってあってね、駅の窓口で1400円で売ってました。1500円が入園券なんですけど、駅の切符売り場で買うと1400円になるらしいんですね。まあ、実際には駅に多分その販売手数料がまた入ってると思いますんで、結構駅はあれですよね、まあ、いい商売をしてるのかなって気がしますけど、多分そういうことをやって集客をするのにねこうやりたいんだろう。まあ一方で私みたいなね、別に最初からワニ園に行こうと思っていたら、あなんかたまたま駅で売ってたよっつって、それで買っちゃうお客さんもいるわけですよね。そうすると、まあ、かえって利益機会をまあ失ってるわけですが、まあその兼ね合いが難しいのかなと思いますけど、駅から徒歩2分だそうです。2分って近いですよね。こんな便利なのかと思います。でもその前にですね、私家にお財布を忘れてまいりまして、おなんかこれ試運転列車、試運転っていうのは普段は走らないわけですから珍しいわけですけど、ちゃんとね鉄道マニアはそういうのも見るんですよ。人がゾロゾロ降りてきたのは何だあれ、なんかの訓練かなんか検査してるのかな。まあそれはいいんですけど、うちに財布忘れてきちゃったことにさっき気づいたんで、旅館に忘れたんじゃないと思うから一回も取り出してないんでね。まあ最近はキャッシュレスがいろいろ便利になってありがたいことですけど、ここでちょっとお金を下ろしていくことにします。キャッシュカードと現金財布は別に持ってるので、まあ財布なくなってもあんま問題ないですよね。このね日本そばっていう看板とね、古い電車が橋の上をゴトゴト音を立てていく感じと、その後ろの湯煙とね、まああとはこれですね、こう川のせすらぎ、それを聞いてるだけでもう十分熱川温泉はいいところだと感じますが、おそらく一番の見どころはこれなんで、なんか頑張ればこっからでもね望遠レンズとかでワニを盗撮できそうですけど、まあそれをしないための手前のこの茂っているヤシの木なのかどうかはちょっと分かりかねるところはあります。
ワニを盗撮とか言ってたらね、ちょうどあの植物園の方が通りかかってね、すごいあれだったんですよ。あのバナナワニ園というのはそもそも何かというと、あの熱川温泉の熱を使って、ワニとかバナナとかそういった暖かいところに住む生き物をまあ育てようということなんですね。で、まあそういうのって実際どこまでその本当に温泉熱を使っているのか私は、まあ、分からんなと思ってたんですけど、1958年、開業なんだそうです。相当歴史も古く、あの熱川温泉の中心をずっと担ってきたと同時に、まあそんだけ古くからあるのなら、まあ確かにね、そこからかなり熱そうなあの湯気が立ってますし、まあ多分本当なんだろうなって気がするんですけどね。だってそうじゃなきゃ暖房費とかかかってしょうがないでしょ。特にその頃の1950年代の暖房装置の力ではね。パソコンとかしょってワニ見るのもあれだからね、ロッカーに預けることにしました。300円でもよく見たら横にこれでも十分だったな、200円用のロッカーもありましたね。まずね、この伊豆急電車時刻表っていうこの古さがバナナワニ園のこの歴史を物語ってますよね。今もうこういう時代の看板作らないでしょ。特にこの時間の時、この時代だよな。狭いように見えてまあまあ広く、上には大きな屋根もついたので全天候型です。伊豆のせっかくの海の美しい景色、山の景色を楽しもうと思って来てみたらば、せっかくの、伊豆の観光地が雨だったという場合にもここは楽しめそうですよね。これでも面白いよな、この見てるの全く動きませんから、なんか 2,3 個くらい作り物混ぜても絶対バレないと思うんですけどね。これ生きてて楽しいのかな、こいつらは。こんなこう苔むして、まあ、ほとんど動くことも一日の中でそんなにないのかなと思いますが、まあ、こう見えてワニっていうのは実は本気を出すと結構速いやつらしいですね。とてもそうは見えないんですが、まあ、逆にそうは見えないということが、かなり重要なのかもしれないですね。自然の中で目立つということは良くない、悪目立ちにしかならないというのが、自然の中の一般的なことです。なんだこいつ、こうでかいだけのね、図体でかいけど動かないやつだなとこう思わせることができればワニ側としてはまあおそらく成功なものと思われまして、ちょっと動いてますよね。ちょっと動いてるな、うん、それで、あ、動かないからいいや、散歩しようと言って、その周辺に来たやつをですね、バクッと、ものすごい勢いでこう、来たりするわけですよね。さっきもどっかに注意書きが書いてありました。あったあった、これだ、これ。ワニは俊敏に動くことができるので、非常に危険です。絶対に網の中に手を入れたり、物を投げたりしないでください。こんなやつがですね、いきなり、もそそそそそっと動いて、もう恐怖でしかありませんが、うわーっとこう、ジャンプしたりして、こう、飛びかかってくるという様子は、確かにテレビで見たことがあります。だから、こんな風にやっちゃいけないな。こんなちょっとやってるとね、こうもしかしたら、まあ今あそこにいるから大丈夫でしょうけれど、もしこの下なんかにいたらね、いきなり飛び上がってくるかもしれません。もともとは肉食ですからね、もともとはっていうか普通に肉食です。ちょっと今気になって調べてみたんですけど、思ったよりスピードが速いんでね、ちょっとこれあのビビってるわけですよね。入江ワニ29キロ、私が走って何キロですかね。私多分入江ワニより遅いと思う。ナイロワニにはもう絶対勝てないですよね。アメリカワニ32キロ、まあ、ウサインボルトとかだったらギリギリナイルワニに勝てるみたいな、そういう状態ですから、ちょっとこれはな、バナナワニ園で一番大きなワニは現在どのワニですか。マレーガビアルというワニで、体長約 4.5メートル、体重400キロがほどほどのスピードで、まあ、人間が走るのとおそらくそう変わらないほどのスピードでわーっと来るわけですよ。こんなんでね、水陸両用、恐ろしい話ですね。これがそのこのワニ園で一番大きいワニですか。ついでのようにですね、ここにあのインコオウムも展示されております。これね、可愛いんですけど、今ちょっと休憩中なのかな、あんまり相手しない方がいいかもしれません。違うね、今ね、あの相手するとか言いましたけど、違う、私がね、あのワニとかあの鳥とかああいうのに相手してもらってるんですよね。動物園の本質とはそういう場所です。動物としてはね、こいつら何しに来てんだ、こんなところでこうわざわざ喜べそうに楽しそうにこう写真なんか撮りやがってと動物の側では思ってるに違いないわけですけど、まあでもこのワニはあれなんですかね、あの一日中あんまり動くようなことはしませんから、多分それは野生でもそうは変わらないと思いますんで、あの動物園っていうとね、檻の中に閉じ込められて動物がかわいそうみたいな、なんかそういうふうによく言われますけど、あ、このワニたちにあんまりそういう感情は持たないですね。どっちにしろ野生でも似たような生活してるんだろうし、檻があろうとなかろうとこの人たちの生活の、楽しさにはそうは影響しないんじゃないのかなと思いますね。上から見るのと横から見るのではまた顔つきが違って見えるものです。向こうもあの目で多分
こっちを一応見てはいるんだろうなと思うんですけれど、向こうが何かを考えているのか考えていないのかはこちらでは何も知ることができません。これがね、あの速いものの中では多分この中にもいるんじゃないかと思うんですけど、さっきウィキペディアとかで調べたらね、あの時速60キロで走るものもいるとか、なんかそんなこと書いてありましたから、恐るべきことですよね。こんな本気出したら人類は滅ぼされるのではないかという気がしますが、まあ自動車があるので大丈夫だと思います。こいつだって本気出せばもっとこれの多分これの10倍とか20倍ぐらいのスピード、もっと速いか、もっと本気で走れるわけでしょ。それをこんなもうさーっと動いて見せてるわけじゃないですか。恐ろしいことですよ本当に。いつも YouTube でね、私はすごいんですよ、偉いんですよみたいな感じでこうふんぞり返ってるような動画ばっかり出しますが、脳ある方こそ爪を隠さなければならないし、隠すことが本当に恐ろしいことであるというのを、この人たちからとてもよく教わりました。これまだ子供なんでしょうね。よく動くわ。可愛いね。可愛いけど多分こいつと喧嘩したら負けるような気がするな。すごいね、あそこなんかこう怖い3頭が1頭を枕にして、その1頭もこの前のこの1頭を枕にしてるようですけど、誰も気にしていないようですが、まあ、これはもしかしたらこれで大人なのかな。子供だってさっき言いましたけど、あんまり子供がたくさん増えても大変だろうしね。小型のワニだっているでしょうから、もしかしたら大きくならない種類なのかもしれません。スーパービュー踊り子号だね、 251K。 ということはあれなんだな、スーパービュー踊り子の2階建ての席からバナナワニ園を盗み見ることができるってことですね。これ知らなかった。2階席だけじゃなくハイデッカーの席からであれば見ることができるでしょう。あの最後に調べましたけどね、この小さい類のワニですが、これは子供のワニなんではなくて、あまり大きくならない種類らしいですね。カイマンという種類だそうですけれど、口広カイマン、メガネカイマン、小人カイマンなど、まあ、大きくても1メートルにしか達しないような種類もあるそうです。まあ、これはそれよりは少し大きいようですけど、だからこれで大人なんですね。何があるのかとても気になりますけどね。非常時にはすぐ取り出せるようにこの南京錠は取っておいた方がいいんじゃないかと気もしますけど、まあ、みんな携帯してるとかなのかな。何かあったら非常サイレンでも鳴らすんでしょうか。これはあれかな、除夜灯ってやつか。ありがとうございました。これも懐かしいよな。最後に買ったの2006年の交通博物館がね、亡くなる直前に買ったんですけど、なんか懐かしくてね、ちょっと買ってみようかなと。十何年ぶりだ、13年分ぶりぐらいですよね、買いましたが。まだ普通にこれ作ってるんですね。しかも別になんかそのなくなりつつあるようなものでもないみたいで、普通に販売されてるものみたいで、新しい東京スカイツリーとかそういった観光地でもあるらしいんですが、このバナナの面を上にして、あ、そうか、30円入れるんだな。これ視聴者の皆さん分かりますかね。知らない人も多いんじゃない、観光地でよく見るけど、これ全国統一でこの記念メーター、うわっ、傷はついてないか、まあ別にちょっとついてもいいけどね。ちょうどさっき乗ってきた電車が今ね、両替してもらってる間にまた熱川に戻ってきたところですけど、下田まで行って帰ってきたんですね。ワニ園も あそこからも覗き見ることができそうですが、これでね、ちょっと10円を両替してもらいましたんで、まあ、どうするかっていうとね、これが全国の観光地にこういう記念メダル販売機みたいなのがあって、でこの統一の企画でこういうメダルが売ってるんです。まあ、これはつまり観光の記念ですけどね。でどこにでもあるから、行った先でコレクションする楽しみがあるわけです。でもう私みたいにもうしょっちゅう全国の観光地を回るような人間は、まあ、面白いからこれコレクションしたらいっぱい集まるだろうなと思ってやることにしました。いろんなところでこれは売ってるんですね。で、これでいいんだな確かな。強く下まで押し込んでください。これまっすぐはめないといけないんですが、まあ、これではまりました。ブラウン管テレビだからな、表面がパチパチするかと思ったけどそれしなかったね。もう視聴者の世代の中では多分私と同じぐらいの人がギリギリブラウン管テレビを使った最後じゃないかな。2019年4月18日、名前も入れるか、 SUIT でいいかな。スーツ、これで、入力するじゃないですか。今日の日付はセットしてあります。日付と名前の判例はコンピューターがします。でこれで何を打ち込むかここに決めたらば、スタートを押してください。これで OK ですね。まあ見てください、
できたのか、メダルを取り出してください。久しぶりにやったから合ってるか分かんないんですけどね。あ、合ってるな。上にスーツって書いてあるね。メダルにこういう風にこう字を打ち込んで記念にしてくれるというものです。今日の日付2019年4月18日も入っています。13年ぶりに買いました。これね、あのセットするの間違えるとこっちが潰れますので気をつけないといけませんが、まあ、さらにこれに200円出してこのキーホルダーにはめて、ね、それで持って帰るっていうのは一番多分分かりやすい形だと思うんですが、まあ、コレクションとしてはキーホルダーの形にする必要もないのかなと思いますので、まあ、大事に、これを持って帰って何かの機会に家でまたこう、大量にまとめておくことにしましょう。みんな今日は浅川バナナ割り。おお、また来たな。すごいと思いますけど、あのバナナ割りには分煙がありまして、500メートルほど急な坂を登らなければ着くことができません。まあ、しかし2台のマイクロバスで 2,3 分間隔による送迎をやっているので簡単に行くことができます。結構お金かかってると思うんですけどね、2台も用意するって。 2,3 分間隔じゃなくて5分間隔じゃダメなんでしょうかと思いますけど、そこでこう運行の頻度をそんな多数にしてね、全部回りやすくしてくれる本当にありがたいところです。順路なんとも言えぬこの昭和的な感じ。ここねレッサーパンダも飼ってるらしいんですけど、レッサーパンダっていうのはこうパンダみたいな、何がパンダなんだと思うわけですよね。で今回まあ、前から気になっていたことではあったんですが、ちょうどいい機会なので調べてみましたけど、レッサーパンダのパンダとそれからいわゆる上野駅にいるパンダとは別に関係はないらしいですね。一応アライグマかで、クマとめちゃくちゃ遠い全く関係がない種類じゃないらしいんですが、このパンダと、それから、レッサーパンダのパンダとジャイアントパンダのパンダには何も関係がないそうです。なんか元々はレッサーパンダの方がパンダと呼ばれていたらしいんですけど、ジャイアントパンダが有名になってしまったので、じゃあしょうがないということで、レッサーパンダの方を区別するためにレッサーをつけて、赤パンダとかレッサーパンダとかそういう風に呼ぶようになったらしいですね。もちろん学名的にはずっと変わってないみたいでして、それはまた違うわけですけれど、アンスリウムは何の仲間でしょう。里芋っぽい形してますけどね、違うのかな。これ扉の裏にあります。里芋か、あ、そうですね、あ、葉を比べると同じ仲間だと分かります。まあ、私もセンスは悪くないらしいことが分かりました。第2号温室入り口、これがバナナか。知らない人が多いんですけど、バナナっていうのはこれは木ではなくて植物なので、植物というか木も植物ですが、これ草なんですよね。確かに見てみるとどこも木化してはいないのです。小学校の時に豆知識みたいなクイズ本みたいなの読んだ気がするな。生食用のデザートバナナと、あ、そうそう、こう火を通して食べる用のバナナってのはあるんですよね。バナナカレーとかもここでは食べられるみたいですよ。それから美味しさで定評のある台湾バナナも植えてあります。芽が出て実を収穫するまで何年かかるでしょう。すぐできるんじゃないかな、多分ですけど。やっぱそうだな、芽が出てから花が咲くまで約1年、実が美味しく熟すまで半年、収穫まで合計で1年半。うん、これが結構ね成長が早いんですよね。だからバナナっていうのはこう何でのか南国でもよくこう使われてるんじゃないかなって気がしますけど、今は多分加熱してないようですけど、これも温泉熱でやってるってことですよね。あ、あったあった、あれバナナの花ですよ。これは雌花ですけどね、だから上にバナナのこの今実もなってるところですが、へえ、バナナ餌くれつくんだな。くれと言われるとあげたくなりますよね。もうここでどんどんお金使ってるな。あ、ここに100円入れるのか。まだなんかあんまりここに餌やった人いないみたいですね、今日は。で、100円で1個カプセルを取るんだな。餌は直接魚に与えるのではなく池の中央付近に投げ入れてください。飛び跳ねたり水しぶきがかかる。まあ、そりゃそうだな。すごい勢いでこう続々と集まってくるな。そう、魚ってのはまあ人が近づいてくると餌が来るぐらいのことは覚えられるんですよね。ワニは頭がいいんでしょうか。じゃあやってみましょうか。もうこう手を上にするともうみんな寄り方がまたさらに一層、鋭くなります。この数いるのに対して餌がこれしかないというのは魚には悪いような気がするんですが、まあ実際にはね魚たちも十分な生きるのに十分な量の餌をもらっているはずなんで、あんまりやりすぎるのも良くないんですけどね。
の中央付近にやってくださいって言ってるよな。中央付近に投げ入れてって言うんだから言う通りにするか。この近寄ってる魚にもあげたくなるんですけどね。まあ中央付近、一応なるべく向こうの方の遠い方にやりましたけど、あっという間になくなってしまいましたね。あげた気がしません。魚の数が多すぎて、あげたことがつまらないというのではなくて、ほとんどの魚には自分に投げた餌が行き渡っておらず、まだ相変わらずくれくれとここで欲しそうにこう、動いているこの魚たちに対してかわいそうな気持ちが湧いてくるんですが、まあ本当はこの連中はいつでもね、くれくれといえば調子がいいもんでして、人が来たらとりあえずやることが他にないからねだるわけですけれど、このバナナワニ園の別館、分館の方に餌を普段からもらっているはずなので、あんまり甘やかすのはやめとこうと思います。これコーヒーですね。よくコーヒーのことはね、フェアトレードの話とかで私も問題にしましたし、コーヒーっていうとちょっとこう大変なイメージがつくもんですが、これがコーヒーか。カカオもね、またアフリカではかなり苦労して、集めていて、対等な対価をもらえていない人が多いとか、中間の搾取がされているとかいう話が多いものですが、まあ、この中にそれなりの10個ぐらいのカカオ豆が入っているそうですけれど、これがチョコレートの原料です。こんな下の方にもなるんですね。現在鳥インフルエンザの警戒レベルが1となっております。死んでる野鳥を発見したら決して触らずスタッフにお知らせを。これフラミンゴだけではなく、これトキじゃないのか。ゾウガメとかがいるみたいですけど、すごい大きさだよなこれ。こんなになるんですねこれ。重さは、体重は、あ、意外と軽いな。90キロ。あ、これはゾウガメの次に大きくなる種類ですからあるみたいですけど、90キロぐらいなんだ。人間の方があれより重いって場合もあるんですね。ワニは400キロとかもありますから。あ、これがゾウガメですね。大きいね。これ寿命が何年ですか。どっか書いてないのかな。多分人間より長く生きる場合があるのではないかと思いますが、書いてあるな。大体書いてあるよな。最大寿命200年、体重300キロ、飼育下でも152年生きた記録がある。まあなんかこれを取って食おうってやつはいなさそうだよな、あんまり。もう勝てそうにないし、まあこれに負けることはないかもしれないけど、これを攻略する暇があったら他の生き物を探した方が手っ取り早そうですもんね。すごいな、こんなんいるんですね。いや素晴らしい眺めです。しかし彼方に見えるのが伊豆大島。伊豆大島もね、行こうかな、どうしようかなって考えたんですが、まあ、JR のタラケンを持ってるんで、今回は行きませんけどね。それからね、植物園もありますんで、植物園と、動物園、ワニ園と、それから別館と3つあるわけですが、ハスだな、オオニバスがあるかな。ハスの花が咲いております。オオニバスってのはすごいですよね。あれ世界一大きい葉っぱらしいですけど、人間を乗せても沈まないとかよく言われますが、100キロを乗せても沈まないとか、そんなことを書いてありました。じゃあ乗せてくれよと思うんですが、さすがにね、そういうことをやっている場所は、まあ、なかなかありません。多分日本中を探せば何かのイベントでオオニバスに乗ってみましょうみたいなやつあると思いますけどね。多分視聴者の方の中に詳しい方がおられると思うんですけど、これ何をやってるんですかね。こうお湯が下から吹き上がってきて、下でなんか水車みたいなものが回ってますけど、水車なのかな、なんか熱のエネルギーを使った装置でしょうか。それかあれが汲み上げているのかな、温泉は。どっちかだと思いますけど。いやー、田川温泉ってのは素晴らしいね。温泉地っていうのは、まあ基本的に楽しみ方が3つあると私は思いますけど、温泉に入ることでしょ、それから、食事をすることでしょ、地元の名物を食べるということと、それからもう一つは、この地元にあるこういろいろ見どころを回ることだと思いますが、そのうちね、ここ熱川温泉で私がやったのは食事もしてなければ、その温泉にすら使ってない、まあ、温泉が湧いてるのは見ましたけどね、というわけでして、その中のたった一つの楽しみ方しかやっていないのに、これだけ熱川温泉がいいところだと思いながら今帰ろうとしているわけですから、まあつまり本当だったらもっともっとこの映像を超えて面白いわけですよね。バナナワニ園と、それからお湯が湧いているその雰囲気と、駅からのその利便性、そういったところがね、ここを魅力的な場所を感じさせるのに大きな効果を発揮しているんだろうと思いますけど、いや本当にいいところだ。そう、それから景色も、この晴れの伊豆大島本当に素晴らしい。でももし晴れてなかったとしても、おお、でかい橋が来た、まあ、どっかいなくなりましたけどね。伊豆大島じゃないとかが見えなかったとしても、まあ、それはそれで、この素晴らしいワニを楽しめば一日はあっという間に過ぎるでしょう。ちょっとこの後大室山に行こうと思うのと、電車の時間の関係でそろそろ去ろうと思います。